チャンネルちょさあ日本シリーズ第3戦始まりました場所は福岡 PayPay ペイペイドームに移しまして福岡ソフトバンクホークス対 DeNA ベイスターズなんと4対1で d n a の勝利ということでスイープもあるかと思いましたけども一矢報いてソフトバンク2勝そして d n a 1勝そして里崎が5戦目が解説仕事がついてるということで里崎の仕事がしっかりできるようになりましたありがとうございますでバラしになっちゃうんでね まあ、そういったところでねまあ今日のね先発、d n a 東ね、まああのー、ちょっと故障もあってね、えー、ファイナルは飛ばしましたけど、日本シリーズにしっかり間に合ったねまあ、打席には立てないけども、もしっかり3戦目投げて7回105球、10アン4三振無四球一失点しかもこの一失点ないようなもんだからね、正直ねまあそういったところではねもう本当にあのコースも丁寧に投げてたし、ね、コントロールも良かったしけが、まあの,の影響はね全く感じさせないぐらい。 非常にね、素晴らしいピッチング。まあ、その後ね、伊勢、森原とね、え完璧なリリーバーでね、えリリーフを継いで、え9回え、初回の1失点というところで、踏ん張ってよく投げたね。でも、あずもね、あの、7回場で、全イニングヒット打たれてるからね、10安打。だから、ホークスもね、攻略仕掛けてるけどね、最後の1本が打てなかったっていうね、まあ逆にあずが踏ん張ったけど、やっぱ、あと、ここはね、無支球っていうのも多かったね。正直ね。 この無四球があったからヒットは打たれても失点しないと思うのこれ無四球じゃなかったらねもっとポンポンポンと行かれてたと思うから正直ね、ねまあ打たれてはしたけども無四球っていうのが大きかったしねランナー出してもしっかり踏ん張ったとでソフトバンク先発、スチュアート・ジュニアね、えー、4回69球3安ド4三振3四球1失点っていうところでまあちょっと限界だったかな見栄え悪いよね3回もフォアボール、フォアボールでまあ無失点だその後三3者連続三振。 4回もね、えー、ツーベース、フォアボールと、まあ無失点には抑えるけど、ちょっと見栄え悪いっていうところでね、その後はリリーバーに任すっていうところになったけども、まあ振り返っていきましょう。まあということで、DNA はね、初回、先頭ね、えー、桑原が、えー、ツーベース。ね。えー、そして、えー、梶原がしっかり送りバンドを決めて、これ、シーズン中だったらないね。う、多分、打っていってるね。DNA だと。今年の野球見てるとね。 こんな初回から多分ノーアウト二塁で送りバンドなんて絶対しないと思うんだよねでも、この嫌な流れもう絶対先制点欲しいと先制してしかも東が投げてる、ね、ロースコアの展開でいけるやろとそのためにも東のためにも先制チームの流れを変えるためにも先制そんなのもう短期決戦にね、えー、シーズン中通りいかないぞというところで送りバンド。これは梶原が見事に決めて、ね、ワンアウト三塁というところで絶対シーズン中じゃやらないことを。まあね。 そんなもう背に腹変えられないからね。そんなこと言ってられない。絶対1点取りに行くっていう。で、ワンナウト3塁から巻きがね、ええー、ショートゴロ。まあ引っ掛けちゃったけどね。でもまあ内野後ろ下がってたからね。ええー、しっかり1点を取って1点先生。もうなん、もうどんな形でもいいからね。これはもう1点取れたっていうのは非常に大きかったしね。しかしソフトバンク。1回裏。ね、一番ダウンズがショートゴロアウトになるけども、ええー、柳田、ええー、栗原連続ヒット。で、ワンナウト1塁からここよ。 山川のショートゴロ、これもう完全6、4、3ダブルプレーだったのに、まあ多少セカンドランナーの柳田がね、ジャンプしてかぶったはあるけども、もう差し込まれてたからね、この山川の頃ロにね、で、ポロンチョして、よくあれ、でも逆にセカンドアウトでしたね、本当、あれオールセーフもありえたからね、まあ一つね、あの、まあミスしちゃったけども、しっかりセカンド取れたっていうのは大きい、でもあれはもうダブルプレーで終われてた、その後ね、DH があったっていうところでね、 今度ソフトバンクね初スタメね今回日本シリーズレフトへタイムリーツーベース、つつごは危なかった、ギリギリだった、あれ、フェンスまで行ってた、もう一手入ってた、ね2アウト、に三塁からこの今宮のね最後のあのクロスファイヤー、素晴らしかった、ナイスピッチング、ねでもこれ0点でいけだからね、だからこういったところ、この初回見て,ていやこういうミスよ、エラーはついてないけども、ずっと言ってる、このミスの多さ、これが一気にソフトバンクに流れ持っていかれますよっていうところで、 DNA はね、2回三者凡退。で、ソフトバンコはね、2回もランナー出すけども、後続続かず。え三、ー、3回もね、ワンアウトから栗原ランナー出るけども、山川643ダブルプレー。ね。で、4回もワンアウトからね、今宮ツーベース打つけども、ワンアウト2塁から正木海が続けず。ね。で、5回柳田ヒット出るけども、後続続かず。で、6回ワンアウトから、え近藤今宮が連続ヒット入れるけども、ワンアウト1塁から正木海がヒット打てず。ね。 で7回ツーアウトからやんなだヒット出るけども栗原続かずっていうね1回から7回から毎回ねランナーを出すけども初回のね近藤のタイムリーのみっていうねここはやっぱ痛かったね。 ホークスしてこうパーンと一本出てきけばね勝てたのにというところはあるけどもねで先ほど言ったように d n a はね3回表、9番森そして一番小原、連続ファーボールでノーアウド1塁チャンスを作るけどもね梶原が三振というねまここで送りバンドねセーフティーバンドの形で送りバンド見せるけどもここきっちり決めきらないといけないよ、こういうところで三振だからね初回決めてるからまあセーフティ気味に行くのはいいけどまず送ってからだからね。 そういった意味では、ここでしっかり遅れなかったのは痛い。ね。で、その後、マッキー三振、オースティン三振だから、ちょっとね、DNA は勝ったけどね、なんか、ね、確実に点を取るっていうのができてないから、勝てたけどっていうのもあるんだよね。この攻め方としたらね。で、4回も、えー、先頭ね、えー、筒子がツーベース。でね、えー、続いて、えー、宮崎がね、えー、フォアボールで。 ノーアウト1塁でここでね、佐ドのボトボトのピッチャーゴールの間にね、ワンラン、二、三塁になるけども、戸柱、キャッチャーフライ、森が三振というところで、ね、1点取れずっていうね、さすがにサードランナー、続こうで、戸柱でセーフティースクイーズは無理だよね、さすがにもうこれ、打ちにいくしかない、ね、で、1点取れず、そしたら5回にね、えー、桑原が、えーワ、ワンボールからね、先頭、えー、初球ね、ファーストストライク、ワンボールからファーストストライク、レフトスタンドでホームラン、ね、桑原、 ここでピッチャーね、大津に変えた。だから、これはまあね、仕方ないね、変えるのもちょっと、もう3回4回、ほぼストレートのフォアボールみたいな感じだからね、ワンストライクは取るけども、もうあれでちょっと見栄え悪いからね、まあ交代になってわかるけども、ワンボールから桑原がね、だから桑原はあの日曜日もね、モニュルの時も初級からうちにタイムリーだったからね、そういった中ではね、しっかりこの初級から打っていくっていうところで、この日本シリーズやっぱ桑原キーポイントになりそうやな。 しっかりこの、このまま負けない行こうぜっていうね、声出しも含めてね。で、まあ、1点先制して、で、梶原、内安田。で、こっから、ね、この大津の日本シリーズ初登板。で、メンタル揺さぶられるよね。えー、ノーアウト1里山木にも一発打たれたらあかんっていうところで、ほぼストレートのフォアボール。で、大水にもノーアウト1里いや、もうこれ以上点やられへんって言って、ほぼストレートのフォアボールっていう、もう桑原の一発で、もう、そっからもう悪いイメージがどんどんして、もう勝負できひんみたいなね。 で、ノーアウト満塁。で、これ、筒子折りね、ワンストライクからほぼど真ん中だからね、逆玉の。俺も打った瞬間、あ、終わったなと思って、満塁ホームランで。まあ、それをね、えー、ライト、えー、柳田なんかね、フェンス直、フェンスね、えー、ジャンプ一番取ってね、柳田、グップレーね。この犠牲フライのみになったけど、ここでもよ、問題の、セカンドランナー巻き。なぜ三塁にタッチアップしてないバットノーアウトやん。ノーアウト満塁。ね。 もちろん、カジアワラは三塁のタッチアップします。マキももうタッチアップここは。ノーアウトだから。ワンアウトじゃないからね。タッチアップして、もしそれでフェンス当たってこぼれても、三塁止まれたとしても、ね、止まらなきゃいけなかったとしても、これはもうタッチアップなのよ。これは。ね。もしくは、アンツーカーぐらいまで出てて、あ、取るなと思ったら戻ってからでも遅くないけど、これタッチアップできてないのよ。で、ワンアウト一塁から、宮崎のレフトファールフライ。 ね、で、サナのフォアボールで、飛ばしらショーところっていうね。これサンズ行ってたら、ね、ワンチャン宮崎のあのレフトフライでもタッチアップ行けたかもしんないし、宮崎のバッティングも変わったかもしんないし、まあ、この宮崎からね、ピッチャー岩井が出てきてね、岩井がその後ピンチをしっかり抑えて、まあ、ここ2失点止まりね。これもうね、一気に3点行けたよ、ベイスターズは。だからこのね、2回のバンドできないのもそうやし、ね、この4回のワンアウト2、3塁もそうやし、この5回のね、 ノーアウト満塁からタッチアップしないのもそうだし、このね、点取れやっぱ勝ったからいいけどね。でも明日もうこれ4対1だからね、7対1ぐらいの点差取れてたよ。だからそこら辺はね、もうちょっと攻撃を雑にならないように、一つ一つの、コロナもの日本シーズンどうなるかわかんないからね、あの、一つ一つのプレイで取れるときにしっかり取っていく。ね。これをやることによってゲームプラン一気にいくからね。今日はもっとね、いい試合だったけども、そういうちょっとずつのミス。 ね、無駄な一点やってしまうとか、取れるべき時に取れなくなるとかね、そういうのは、勝ってカブトの OC メジ島ーではないけど、しっかりやっていかないと、まだ明日以降ね、続かなきゃいけないからね。で、8回ね、えー、杉山から先頭宮崎がフォアボール、ね。で、佐野のセカンドゴロで、ランナー入れ替わり。で、ワンアウト一塁からね、戸柱がね、ここまでちょっとチャンスで打ててなかったけどね、ここに来てしっかり戸柱がね、先体タイムリーツーベースで4点目。これでほぼもう決まったかな、ね。 えー、でしかもこれはね、フードバンク、またこれ、宮崎ね、フォアボールだから、まあ、杉山がね、今年良くなったのは、フォアボール出しても、点取られなくてもいいんやから、思い切っていこうぜっていうので、今年一気に良くなったっていうのもあるけども、ここは完全に先頭、フォアボール出したことによって、失点に繋がってるからね、だから、まあ、5回もフォアボールやろ、だから、もったいないよね、そのちょっと、やっぱちょっと四死球で負けた感あるね、自滅感ある、ホークスはね。 で、ホークスはね、7回までヒット満回打っても得点できず、8回でもね、えー、近藤が2アウトからフォアボール、あワンアウトからね、フォアボール出るけども、今宮代で投げ待ち続けず、ね。で、9回にもフォアボールで出るけども続けずっていうところで、DNA はそのフォアボールとか出たランナーをしっかり得点に結びつけて得点してる。逆に、えー、ソフトバンクはヒットでも出る、フォアボールで出るけども、それを得点に結びつけていけない。えー、1回から9回まで全部ランナー出たっていうね。 とところを考えるとまあ、1本だから、ホ、まあ、ークスもそんなネガティブにならなくてもいいと思うけどね、点取れてるからねあじゃあヒット打ててるからね、あと最後のもう1本が出ないだけでね、ね、まあ、これは明日にねしっかり結びつけて、あとはちょっと投手陣のね四死球は減らしていかないと、やっぱ無駄なってある、d n a は、まあ、勝ったからいいけども、もっと7点ぐらいはね取れてたと思うから。 そういった面ではやっぱ無駄な失点をしないで取れるべきにしっかり取っていくっていうのをねしっかり継続してバンドとかも含めてミスなく戦っていくっていうのは、まあ、今日勝ったけどね、第一かなと。で、明日日本シリーズ、あ、予告先発出ました、えー、ソードバンクが石川そして d n a が K というところで、まあ、石川、大津、大関で誰が投げるかなっていう感じだったんで、まあ、大津が中入ってたんでね、石川。で、まあ、そしたら木曜日が大関になるのかな、どうなんだろうね。で、まあ、ここはね、d n a は K というところで、まあ、どう勝負していくのか。まあ 石川だからね、フォアボールさえなかったらいいピッチングするから、まあ、ここもね、明日のホークスもやっぱ CCQ が課題になってくるかなと、まあ、K はあとね、まあ、甘めにまっすぐスライダーカット系でチェンジアップ通信向けっていうのを真ん中目がけて投げていってうまく散らしていくからね、そのパワーピッチングにはまったら、今日みたいにヒットは打ってるけど得点できないみたいなね、試合展開になるから、まあ、そこら辺はね、まあ、どうなるのかは、投手陣のね、ピッチングに、えー、明日は注目していきましょう。まあ 今日はでも本当に一番のポイントはこの5回表、桑原のホームランだね。これで一気に流れも変わったし、これで一気にね、大津のね、メンタル揺さぶってフォアボール連発しちゃったっていうのもあるし、すべてがね、ガラッと変わったのが、この桑原のホームランかな。桑原、頑張って。素晴らしい。ね。あとさ、ここに来てね、あとあれだね。この6回裏だったかな。今宮の打席かな。東がね、指笛ね、問題あるけども、いろいろ調べたところによると、 指笛を横浜スタジアムは禁止してるらしいんだよね。あと京セラとか。でも、エスコンとかも含めて、マリンもそうなのかな。禁止してないところもあるんだよね。だからソフトバンクのあのホームページで言うと、旗、横断幕、トランペット、太鼓、笛等を用いた応援活動は特別に許可された団体に限りますって書いてるから、笛、笛だから指笛じゃないんだろうね。だから、禁止されてなかったら、それは責められないからね。正直ね。 で、それはシーズン中も多分やってたんだろうしね、オークスのファンの人はね。だから、まあ、これを、ね、そんなと、ちょっと今宮に打たれてね、まあ、失点しなかったから良かったけどね、あの、それを何やってんだとは言えないよね、まあ、球場によって球場ルール違うから、この球場はいいけども、この球場はダメとかだったら、ダメな球場はだめだし、いい球場は別にね、禁止されてないんだから、それはもうやることは別にいい。 あの、ないじゃんね。多分その人も多分今までもやってたけど、記述されてないからね、そういうの言われなかったけども、まあ、あがそれ気になったと、ね、いうところで、で、まあ、アナウンス。だから、結構聞こえてきたね。俺も試合で見てたから、まあ、最初気になる中で言うと、言われて、言われたら気になるんだよね。やっぱりね。 で、その中で、最初、だからあのアナウンスも悪かったよね。じゃあ、審判の人もちゃんと伝えなきゃいけないよね。試合の進行を妨げる行為はお控えください。つって、何が何かがわかんないからね。まさか自分やって思わないもんね。だから、その、で、その後もう一回なって、またピピピピピ出て、で、アがもう一回言って、あのー、指笛、口笛等の行為はおやめください。って言って、そしたら、やめなきゃいけないよね。そこからはね。そこからもちょっとなってたような気がするけども、 そこ、それでもうそれが行為がダメやってなったら、やめなきゃいけないよね。それがもし、球場で、OK だったとしても、選手が、やってる選手が、それを嫌だってね、気になるって言ったら、それなのに、それをやり続けるのもね、スポーツマンシップじゃないしね、気持ちいいもんじゃないから、OK だったとしても、そのアナウンスでやってる中の人たちが、やめてくださいって言ったら、もうそれはやめてあげてほしいなと思うね。 でも、もう、そもそもは、禁止になってないからね。なってないものは、それはやるよね。だから、ひょっとしたら、明日の試合の前に、あの、オーラビジョンで、指笛も入ってきてるかもしれないね。指笛行為も禁止ですって、入ってきてるかもしれないけども、それがない状況だったら OK だからね。うん。それはもう、そこは責められないね。でも、あの、やめてくださいって言ったら、それはもう従おう。ね。素直に。ね。俺も一回、2007年のクライマックスシリーズで、 ウェーブやめさせたから、ね、あのウェーブ始まったのよもう終盤ブワー手回りででもめっちゃ気になるのよフワーなってるからだからそれ気になるからあの審判の人に言ってウェーブやめさせてくれって言ってで言ってやめさせてもらったのねだからそれがいいとか悪いとかじゃなくてやっぱりそれをしなきゃいけないこともないないしね 選手が気になってやめてくれって言ったら、でそしたら、じゃ応援団の応援も気になるからやめてくれって言ったらやめなきゃいけないのかもあるけども、でもそんなこと言う選手いないじゃん、だから、まあ、そこはね、やめてあげてほしいなっていうところはあるけどね、でも最初やってた行為は、それは別にね、あの責められない、だって政府なんだからね、そこら辺は線引きちゃんとしてやっていこう、でまた、明日はまた明日でね、球団の発表あると思うからね、そしたらそれはもう従っていこう。ね 1やっぱ一番はね、ねその人も妨げようと思ってやってたわけじゃないと思うんだよね、だから1番はみんなが、ね、気持ちよく日本シリーズン見ることだからね、選手は嫌やと思う声は、ね、みんなやめてあげて、気分よくね、そうじゃないとあれが、あれでもし失点したら大ごとになったりしても嫌じゃんね、でも好意的には OK だからね、まあ、あとはまた球団がね決めればいいことだから、この指笛に対してはそうかなと思う、ね、だからもうちょっと対応もしっかりしてもよかったかなと、1回でね。うん ていうことが、佐々木の警戒ですけども、皆さんどう思いますか。まあ、ということでね、まあ、あの、2勝、ね、ソードバンク2勝、d n a 一勝、ね、2勝1敗、1勝2敗残られて、ね、明日、市川時計、どうなるとか、ね、これ無事で5戦目行われるということで、佐々木の解説も、えー 楽くならないってね、いけたんで、ありがとうございます。ね。まあ、今日のポイントは、本当にね、桑原のホームラン、これで全てが流れが変わった。え、そして DNA はまだ取れるべきところに取ってないから、そういったところを、疎通なく明日以降はやっていこう。そして守備の面でも、やっぱりそのね、エラーはついてないけど、無駄な失点もしてるからね。そう、一気にまたこうなるか、今日だって一気に、あと一本ガーになる可能性あったけど、それを東が踏ん張ってね、パっアウトコースの出し入れ、ね、インコースのクロスファイヤーとね、コントロール力を抑えれたからね、あのー、 3連敗とかしなくてもよかったけどもねだからそういった勝って兜との大し目をでしっかり修正していこうでホークスはもうそんなあんまり悪いこと考えなくてもいいヒットも出てるからねもう1本ということつながりだから多分打順も変わるだろうしねそういった意味ではね引き続きねあんまり悩まないでそのまま行こうねそして明日どうなるのかまたね日本シリーズ第4戦楽しんでいきましょう明日は日刊スポーツの評論がありますのでそちらも楽しみにしてくださいそれではまた